こんにちは、どうも、スケです。今回は WW2 のチームスマッチフラッタラワーでやっていきたいと思います。で、今回は、いつもね、自分普段は、プレイスタイルっていうか、コントローラーの持ち方としては、普通持ち、射撃を L1、R1 の方の、判定のをしてるんですけど、今回は、持ち方はいつも普通持ちやってるんで、今回ちょっとモンハン持ちやってみようかなってことでやっていきたいと思います。ちょっと武器はね、ある程度強い方がいいってことで、PPS 使っていきます。だいぶクリアリングがばいけど、モンハン持ちしてるっていうのでちょっと許してください。だいぶキャラコンとかおぼつかないと思うんですけど、わーぶえー、なんで LMG 近距離負ける？ SMG の長所なし。いや、これこっちいるんだよな。こんにちは。なんで負けるんすかね、ガイモくんに。なんでこっち来たんだよ、敵のリスチに。お主はアホなのか。俺だったら引くけどな、今の。まだいるだろ、ラグあいつ。はあ、いや、ラグ、お前マジ。いや、死んでないにしてもだよ、今のラグすぎるだろ。うわぁ、モンハン持ちでやるとかマジむずそう。あ、これやばいな。バレたな、今。え、なんで今の負けんねん。 MP40 か、強化された MP40。 もうハムチやらなさすぎて集中して全然喋ってない。いつも大して喋ってないんですけどね。これやれたらでかいけど、調子乗ったな。あの国民突撃銃っていうのなくせー。俺その期間全くやってないから持ってないんだよな。もう買うこともできないし、あまりクレジット溜まってるけど買えないしさ。どっから来る？いるな。こんにちは。だるいって。なんで死にきゃ、いや、なんで負けてんねん、やばいって。マジで言ってる、今の負ける、やばいってそれ。え、衝撃の事実、今の負けたいかんやろ、味方よ。ビビった、バリ声出たもんな今。はい、お疲れ。今のモンハン持ちであのエイムできたらかなりいいな。味方に恵まれなさすぎじゃね。いや、最悪。さっきからね、連チャンでちょっと試合取ってるんですけどね、ほぼ負けてるんだけど、もう泣きそうなんですけど、泣いていいっすか。いやー、こいつに勝てねえな。
ウラリスだ。いや、これで勝ってんだっていいんですよ。勝ってんだったらね。負けてるからな、普通に。よっしゃ、今のはモンハン持ちならではのやり方。今のモンハン持ちじゃなかったら負けてたな。さくんなよ、さくんなよ。あー、うぜえ、マジか。やべえな、 UAV までしかつなげてないっていうのもでかいな。危ねえ。てか相手のキルスとかめっちゃ出るんだけど。やばいって、それやばいって。ナイスカバー。オッケー。 BPSH 強いっすね。百式使ってるやつあるんですけど、百式使ってるやつあるんですけど、まあゴミだね百式。あー、いかん、ダメだ、今のはエイムがもうやべ。頑張って勝とうぜ。もう俺負けてばっか嫌なんだけど、負けてばっかだから本当にこのゲームもう嫌っていう感じしかないんだけど。今センター顔出してきてる。30キルして、しかも普段普通持ちしてるやつがモンハン持ちでこんなに、無双まで言わないけどキルしてんのに負けるって、もうこのゲームやめていいっすか。笑えるんだけども、体力ローなのに勝てないやつおるか。泣きそう。まあ、BPSH 使ったら別にまあまあ剥げることはとてないけど、まあ無理っすね。3、2、1ときれいに並べてますね。まあ無理です。というわけで、こんな感じで終わります。